検事が中国の話を、例えを出して、下心があって修行してはいけないという話をされています。そこでよく思い出すのが、安泰寺ではおなじみの言葉ですけれども、座禅をしても何にもならない。私の発声式の時にも座禅をしても何にもならないと言いましたけれど、座禅を何か悟りたいとか、健康にいいとか、何か特別な境地になろうとか、そういう目的を持ってしてはいけませんよと、簡単に言えばそういうことですけれど、何か下心があって、そして何かの当てを持って、することはしない方がいいという、沢木老師からのお諭しでもありますけれど、それを特にあえて座禅を通してそのようにおっしゃっているのだと理解していますけれど、この当て、下心っていうのがくせ者でして、なぜ下心を持ってしてはいけないのかということを考えますと、下心とか当てにするっていうのが、どこから来ているか、私は、考えてみると、やっぱり自分のメリットのために何かこれをしようっていうふうに、その当てとか下心っていうのはそういう意味合いの、思い、そして行動だと思います。要は私が得をするために、私がちょっとでも、いい思いなるために、何かこう下心を作ってしまう。下心っていうぐらいですから、なんとなく上心とは言わずに、人には隠したい気持ちなのかもしれませんけれど、そうですね。ということで、下心とか当てっていうのは、私たちの妄想の世界ではないかというふうに私は感じます。ということは、頭では分かるんですけれど、実際の日常生活になるとなかなか、そうはいかない自分がいます。そして気づくのはまだマシ、気づかないことの方が多いというのが現実ではないでしょうか。もう一つ沢木老師の言葉でよく言われるのは、徳は迷い、損は悟りということで、なんだったかな、沢木老師の、内山老師の書かれた宿なし行動草かなんかを最近ちらっと見たときに、その損をするっていうことを、沢木老師が、仏教を学ぶということは、どこまでも損をすることということをね、言われていたようです。お釈迦様を見てみなさいと、王子、お金持ちの王子の家も捨て、財産も捨て、そしてきれいな奥さんも捨て、かわいい子供も捨て、ボロ切れ一枚をまとって、食べ物は人に乞うという生活を選んで、どこまでも、損の実践を私たちに見せてくれたではないかというふうに、沢木老師はおっしゃっていたようです、そうなんです。なんとなく損をした気分になってしまうんですね。例えば安泰寺で、やっていると、
まあ、最近はあまりそうは思わないんですけど、まあ、私も安泰寺に来た当初転造してみんなが寒が終わってみんな楽しそうにおしゃべりしてお茶を飲んでいるその脇で私は間引きした人参を冷たい水の中で洗っている、なんとなく損をした気分になっている自分がいます、いました。なんか人よりたくさん掃除をしたらちょっと損なような気がする、なんで私一人でこの廊下全部掃除しないといけないのかっていうふうにも感じたりする。これも多分損をしたくないという、ちょっとでも楽な掃除をしたい、そんな心の表れではないかと自分で思っていますけれど、はいですね。で、そうやっていつも損得勘定をして日々動いているということに、時々気づかねばならないと思いますけれど、じゃあ、損をしたら本当に損なのかどうかということを、なんかどこまでも、スーパーマーケットで、あっちの方が10円安かったとか、2つこの前も妹となんか買い物に行こうって言って安いもの探しをしているんですけど、同じ商品が10円でも安かったら、なんか高い方を買った、10円高い方を買った、私はすごく損をした気分になってしまう。おそらく安泰寺に来て、このような勉強学びがなければ、もう損をした気持ちで、いっぱいになっていたでしょうけれど、でもその気持ちもいつかは忘れています。そしてまた同じことを繰り返しているっていうのがずっと現実だったんですけれど、少なくとも浅輪浩司は損をすることがいいんだって言っているだけでも私には救いになります。